こんにちは。センターシリアルのビデオメイキングアーカイブ IL 通信の第33回を始めたいと思います。よろしくお願いします。今回は前回の続きで、ソースコードをとりあえず出力するようにしたんですが、順序の問題で、C のコンパイラーでコンパイルできないみたいな話でしたね。で、もう一度問題を確認すると、まず、ヘッダーファイルがこの構造体定義の次に来てますよね。これ固定的に今までこのタイミングで出してたから、この続きで出てるんですけど、その関係でこの構造体の中にこう必要な型が定義されている場合に、順序が逆なんで、これはダメですね。コンパイルできない。それと、あとはですね、このメムセットですね。メムセットの定義がないよって言ってますね。サジェストでは、これ、リシャーパーの機能なんですけど、サジェストでストリングエッジをインクルードする必要があるよみたいなことを出してますね。これが、例えば、こうなればいいのかな。まず、その順序が逆になると、そうすると、int32t はこれ解決しますね。スタンダードイントの中にあるので。で、あと、メムセットなんですが、インクルードのストリングエッジとやれば解決しますね、メムセット。メムセットってストリングエッジだったっけなっていう気が、なんか微妙にするんですけど、なんか僕の感覚ではメモリエッジだったかなみたいな。で、ただ、それずいぶん昔の知識なんで、今どうなってるのか一応確認しましょうかね。Linux あたりで確認した方がいいですかね。なんか互換性とか考えるとね。あ、やっぱストリングエッジなんですね。メモリエッジインクルードするっていうのはもう、あれですか、古すぎますか。ちょっとなんか気になるな。メモリエッジとか書くとどうなんだろう。あ、なんかズバリの質問みたいなのがスタックオーバーフローにありますね。ちょっと見てみましょうか。 Why memory function such as mem set mem char and in string h but not in standard lib h with another mem functionsそういえば、スタンダードリブエッジとかもありましたね。だいぶ忘れてるな、やっぱり。I wonder why such function as memset, memmove, memcar, memcopy exists in string h header file, but not in standard リブエッジ file. Where there are other standard memory functions that dynamic memory allocation.malloc, calloc, realloc, free. Maybe it would be better to unite them in one header. What do you think about it? I don't understand why one set of memory functions are separated from others and exist in string header. そうですね。Because actually string h is defined as a standard header that declares functions that treat array of characters and not only strings. Functions like memcopy and memset take arguments that are treated as pointer to the first element of an object of type array of characters. The header string declares one type and several functions and defines one macro used for manipulating arrays of character type and other objects treated as arrays of character type. そうなの？あと、なんか長いですね。なんかキャラ型のポインターに関する由来とか、そんな風に読めたけど、でも、っていう気は確かにしますよね。
pre-standard C? These functions were indeed defined somewhere else, but neither in standard lib nor in any of the other standard headers, but in memory edge, it still might exist on your system. It certainly still does on OS X as of today. Memory edge on OS X. ほう。なんか理由としてはどうなんだって気はちょっとしますけど、treat array of characters and not only strings。微妙かな。まあとにかくですね、今とりあえずスタンダードになってるのはストリングエッジってことで良さそうですね。OS X もあれだったんですね、あのメモリエッジだったんですね。なんか MS-DOS とかね、 Windows の初期の頃のプログラミングでもメモリエッジって普通にあの VC で書けたような気がして、多分今もヘッダーファイルとしては有効なんじゃないかな。まあ、でもこんな感じで結局ね、内部でストリングエッジにリダイレクトしてるので、まあストリングエッジでいいんじゃないかなって気はしますね。はい、わかりました。で話を戻すと、ストリングエッジというヘッダーファイルを追加する必要がありますね。で、前回の最後に、この今で出た問題をどうするかみたいな話をしたんですけど、まあ、一つはこの、インクルードですね。これが必ず先頭に出せるような何らかの方法を考えることと、もう一つはですね、こんな調子で必要となるヘッダーファイルが増えてくる場合ですね、今のところこうなんていうんですよ、そのメムセットが必要だったからハードコーディングでストリングエッジを追加するみたいにやってるんですけど、まあなんかあんまりよろしくない感じですよね。必要となったそのシンボルに応じてそのこのインクルードファイルが増えましたよっていうのをなんか管理しないと、今だとメソッドごとに出そうとしてるので、なのでメソッド のすぐ上のところにインクルード文が出るんですけど、そうすると毎回そのインクルード文がそのメソッドごとに出てしまうと。かといって、これを全部先頭に単なるリストで持っていくと、そうするとなんか同じなんかインクルードストリングエッジ、インクルードストリングエッジ、インクルードストリングエッジみたいになんかなってしまうので、それも良くないので、きっとこれはなんかハッシュセットみたいなもので持って、で、1個しか出さないように管理してやった方がいいんじゃないかっていう気がしますよね。あとはそうですね、このなんかどのインクルード文が必要なのかっていうのの対応付けっていうのは、まあ今はこれもハードコーディングでそのイント32t とかが必要になったからスタンダードイントエッジをインクルードするみたいにやってるんですけど、でもまあ望ましいのはその必要になってその方に応じたそのインクルード文をインクルードする。でその知識があるのはなんか随分なんかこう奥の方、つまりなんかスタックトレースでいうところのその先頭の方、そのメソッド呼び出しのそのネストしたネスト呼び出しメソッド呼び出しの奥の方でその判定が行われるような気がするんですよ。一例で言うとユーティリティーズですね。ユーティリティーズで、この例のこの get C ランゲージタイプネームですか。これですね。これ指定された型に対応するその C の型名を出してるんですね。uint8t とか。で、これまさにそうなんですよ。void はC コンパイラーが何もなくても判定できるから、これいらない。だけど、ブールになると、これって実は、スタンダードブールエッジのインクルードが必要になりますよね。で、同じような感じで、この uint8t とかは、スタンダードイントエッジが必要になるわけですよ。で、こうやって見ていく
今のところここに出てる変換では、他はここの下にあるやつ全部スタンダードイント H ですね。で、あと、バイレフはポインター型になるだけだから、まあこれは大丈夫ですね。その他の型も怪しいですよね、これ。なんかその型に必要なインクルードファイルがひょっとして別に存在して、で、そいつをインクルードしないとその型が見えないっていう可能性はありえますね。この辺まで来るとですね、その ALM のこともちょっと考えないといけないですね。要するに、まず、その IL2C でその変換したその C のソースコードが、まあ、どうやって最終的にビルドで結合されるのか、 C のソースコードのベースなのか、それともその C のソースコードはその事前に分割してコンパイルが可能で、でなんかライブラリ化することもできて、でそのライブラリが結合されるのかとか、でライブラリが結合される場合それのヘッダーが用意されるのかされないのかだとか、まあ、あるいは、なんだろうな、まあ、IoT とかだとないですけどね、ダイナミックリンクライブラリーっていう形で提供されるって可能性もありますよね。要するに、スタティックリンクされるのか、ダイナミックリンクされるのかによっても、ひょっとしたらなんか違うかもしれないし、それらをどうやって、開発環境でビルドするのか、まあ、今のところは、ビジュアルスタジオの上でやる、あるいは MS ビルドの上でやるみたいなことを考えてるんですけど、それらの、その分割コンパイル、リンク、そして、それらを使いたい人ですね、使いたい人にとって、でなんかうまくいくような、あるいはいくつかの手法が選択可能であるとか、なんかそういうようなことを考えないと、なんかここでそのどういうインクルード文を出すべきかみたいなものが変わってきますよね。このUint8T とかは C99 を想定しているので、これはもう固定的にこのインクルード文なんですけど、そうじゃなくてその任意の方がどこか別の、ドットネットの世界でいう別のアセンブリに定義されているかもしれない。そのアセンブリは一体いつ IL2C によって変換されるのか、今変換する、ネストしていってるものも全部探索して、今この場でインラインで展開するのか、それともそうではなくて、事前に別の機械で、別の契機で、IL2C を使ってあらかじめ変換して、さらにそのソースコードをインクルードするのか、それをコンパイルした結果のライブラリを結合するのか、 DLL として結合するのかみたいな違いがあると思うんですよ。そうするとそれぞれによって、ね、ひょっとしたらインクルードファイル、ここで指定すべきインクルードファイルが変わるかもしれないし、インラインで展開されるんだったら自分のね、今出力しようとしているソースコードの中に含まれるはずなので、まあそもそもいらないみたいな話になるわけですよね。なので結構ね、ここの部分は難しい問題がありますね。まず、言えることは、まずそのインクルードファイルを指定するっていう何らかのその指定してその情報をあらかじめというかどこかにストックしておいて、で後でそのソースコードを出力するときにその指定されているインクルードを順番にこうインクルード文として出力するみたいな何らかの仕掛けが少なくとも必要だということが、まあなんとなくわかりますね。でインクルードという形式を取るのか否かという、まあちょっとそのさっき言ったライブラリ化された場合はどうなんだとかいろいろあるので、そもそもまあそういう場合はその仕組みを使わないかもしれないですけど、まあ使わない場合は単に使わないだけなので、なので少なくともそういう仕組みが必要なんじゃないかなと。要するにインクルード文、インクルード指示ですね、インクルード指示を管理するための何らかの仕組みが必要なんじゃないかなっていう気がしますね。で、そうするとですね、この今、ユーティリティにこの getC ランゲージタイプネームっていうのを足して、まあ今11箇所から使ってますけど、これは実はその管理クラスかなんかがあったとして、そいつのなんかメソッドなのかもしれないですね。で、ここで getC ランゲージタイプネームとかやると、内部的にはそのなんか必要なインクルード文とか、あれ、必要なインクルード指示が記憶されて、で、後でそのインクルード文を出力するためのネタになるというような感じかな。
で、どうするかですね。それって、まあなんか、いつも通りですけど、コンテキストに相当するのかなと。ただ、デコードコンテキストはちょっと範囲としては狭いですね。デコードコンテキストって、一つのその IL のリスト、要するにメソッドですね。1メソッドで1回使うだけの範囲で記憶しているので、デコードコンテキストだと範囲が狭くてもうちょっと広いんですよね。なので、そのなんとかコンテキストというもうちょっとその、なんて言うんです、 IL2C のその変換単位で管理するようななんかコンテキストが必要で、そいつがその情報を管理している、そのインクルードの情報を管理し、で、その中でそいつがそのこの getC ランゲージタイプネームみたいなものを持っていて、みんなそれを呼び出すように変更してやる必要があるかもしれないですね。なるほどね。一度にそれをやるのは大変なので、多分ですけど、喋らずにやればできるんですけど、説明をしながらやるとなると大変なので、そうだな、どっから手をつけるかな。まずそういうコンテキストを作って、持ち回るところからですかね。持ち回るっていうとまたちょっと危険な香りがしていて、例によってその IL コンバーターの、デコードとかアプライとかで、ここの引数に追加すると、もうすでにかなりありますからね。なんか全部直さなきゃいけないので、大変なので、デコードコンテキストの中にプロパティとして、その今から作るコンテキストは参照可能な状態になってるって状況にしますか。そうするとね、なんかもういくつかその気になってる別の要素があるんですよ。デコードコンテキストも現在、どれだったかな？これじゃない。これも違う。パブリックで公開しているプロパティで、なかったっけ？あ、これこれこれ。モジュール。これですね。今、モジュールをデコードコンテキストに置いてます。で、これあんまり良くないと思っていて、なぜかというと、このモジュールを何に使ってるかというと、find usage かな。お、ちょっと狭いな。どこで使っているかというと、IL コンバーターのコールコンバーターのここ、リゾルブですね。リゾルブするのに使ってますね。他の用途でも一箇所なんか別の用途に使ってたことなかったかな？ないか。ないですね。今のところリゾルブですね。で、モジュールを、これリゾルブしたいだけなのに、モジュールごと公開してるので、テストがやりにくいんですよね。ちゃんとテストを成立させるためには、その何らかのモジュールのインスタンスが必要になってしまう。ので、ここもうちょっと抽象化したいなっていう、うすうすは思っていたんですよ。で、今の話で、今まではメソッド単位にそのデコードコンテキストというのがありました。で、今からそれより外側のどのぐらいの範囲までカバーすべきかどうかわからないですけど、まあ、コンパイル、トランスレーション単位ってことかな。コンパイル単位じゃないですね。このトランスレートするんだから、トランスレート単位で、存在するコンテキストみたいなものをきっと定義するので、それがモジュールと同じになるか、あるいはそこよりちょっと狭くなるかぐらいの範囲でコンテキストの範囲が定まるような気がするんですよ。なので、これモジュールを公開する代わりに、今回新たに作るコンテキストを公開するようにして、で、それがこうリゾルブメソッドとか持っていて、内部でバイパスするようにした方が、抽象度が高まるような気がするんですよね。あと、まあ、テストしやすくなりますね。モジュールが裏に隠れることになるので。なので、まずそのあたりから手をつけますか。そうすると、ちょっとそのコンテキストとしてのイメージが湧きやすいかもしれないですね。と同時に、その今言ったトランスレート単位って呼ばれているものが、イコールモジュールの範囲なのか、
要するに1個のこのモジュールを変換しますって指定するっていうこととイコールなのかどうか、ひょっとしたらアセンブリ単位なのかもしれないですね。そのやるあの変換しようと思った時にガーッと変換される単位というのが、そこがねまだちょっとよく見えていないので、なのでまあとりあえず今はモジュール単位という想定で、進めることにして、その辺やっぱりなんかもうちょっとあのコンテキストの範囲としては違うよねっていうのが分かったら、まあ分割することにするっていうふうにしましょうか。では問題のそのコンテキストをどう定義するかなんですが、今まあデコードコンテキストありますよね。まあなんちゃらコンテキストですよね、作るとしたらね。コンテキスト名前がね、名前がなあれなんですよね。モジュールコンテキスト、トランスレーションコンテキストかな。なんかトランスレートコンテキストかな、なんかあのデコードコンテキストが動詞でくっつけてるんでトランスレートコンテキストかもしれないです、まあ、一応直しておくか、細かい話だから。トランスレートコンテキスト、はい、これでまず物はできました。で、こいつは外に見せ、やっぱり見せる必要ないのでインターナル、そしてシールしときます。まあテストできるようにするときにはまあシールだとまずいかもしれないですけど、まあそれもまたその時考えましょう。そして今のとこ分かってることは、こいつはモジュール単位で定義されるってことですね。なのでモジュールを受け取るようにしておきます。ちょっと適切かどうかはまだはっきり分かんないけど、とりあえずこんな感じにしておくと。でこいつは、あ、ここにパブリックで見せちゃう、まあ、あんまり嬉しくないですね。まあ、一応、後ろに隠しておきましょうか。モジュール。で、リス、モジュール、リコール、モジュール。はい。で、これで隠れたので、このトランスレートコンテキストを、もう早速、今デコードコンテキストに渡ってるモジュールの代わりにあのここに置くって感じにしましょう。トランスレートコンテキスト、まあちょっとあの名前が全く一緒であれなんですけど、まあこんな感じにします。そしてこれですね、これがコンストラクターの引数にトランスレートコンテキストが渡るようになります。こいつを自分のメンバーに保存しますと。はい、とりあえずこれでモジュールの置き換えはできました。そうするとビルドが通らないので、あの要するにモジュールを参照しているところですね、あのリゾルブなんとか呼んでるところはみんな死ぬので、そいつらも置き換えます。これですね、トランスレートコンテキストのリゾルブタイプとか、トランスコンレートコンテキストのリゾルブフィールド、トランスレートコンテキストの リゾルブフィールド、リゾルブメソッドですね。こんな感じにしますと。で、そうするとデコードコンテキストを作っているところでここがダメなので、とりあえず、位置がここで適切かどうかわからないですけど、トランスレートコンテキストも入しておきます。で、モジュールはここに渡すようにして、で、このトランスレートコンテキストをデコードコンテキストに渡して初期化するという感じですね。はい。で、残るは、それぞれそのデコードコンテキストにこのリゾルブなんちゃらっていうのが今ないので、そいつに、そいつをバイパス、モジュールの実装にバイパスするコードを付け足します。まず一つはパブリック、タイプ、リゾルブタイプですね。で、トークンはイントなので、タイプトークン、こんな感じですね。で、これどうするかというと、モジュールのリゾルブタイプにバイパスする。こういう感じですね。
はい、これで、リゾルブタイプができたので、まあ、全く同じようにですね、フィールド、リゾルブフィールドで、フィールドはフィールドインフォが返されますね。で、まあ、トークンは同じくイントなんですけど、フィールドトークンを返すようにして、こんな感じですかね。はい。で、あとメソッドですね。メソッド。メソッドインフォ。リゾルブメソッド。で、メソッドトークン。リゾルブメソッド、メソッドトークンと。こんな感じですかね。なんかエラー出てますね。あ、メソッドインフォじゃないですね。メソッドベースが返されますね。ここ、まあ、リゾルブコンストラクターとかに分けて、それぞれの型を返すみたいにしてもいいかもしれないですけど、ひょっとして渡されるトークンがどっちか区別がつかない可能性があるので、まあ、このままにしておきますか。はい、こんな感じですかね。これで、とりあえず、トランスレートコンテキストの雛形できたはずです。リファクタリングできたので、ビルドします。エラー出てるかな？なんだっけ？あ、これはあれですね。C のソースコードの方が、エラーが出たかな？あれ出てないですね。これなんだ？Unresolved External Symbol IL2C Converter Test Access Static Field Test Method ファンクションメイン。メイン。ああ、テストコード直してないからですね。これか、こいつを呼ぶように変えないといけない。こういう感じですかね。これはボイドなので、こうなりますと。間違えた。こうか。はい、これでビルド。まあ、これは手動で、C のコード直しちゃったんで、後でもう一回やり直します。まあ、とりあえず、エラーは出なくなりました。はい。で、これでトランスレートコンテキストの雛形できたので、今度は、今、話題の、インクルード文ですね。インクルード文に相当する、そのインクルード指示を、記憶するための情報をここに付け足すと。プライベートリードオンリーアセットストリングインクルーズ、こんな感じでいいですかね。まあ、適当ですけど。で、こいつにメンバーメソッドで、そうですね、これボイドでいいのかな。インクルードファイル。インクルードファイルネームみたいな。で、インクルーズアットインクルードファイルネームとかやると、このメソッドを呼び出せば、その必要なインクルードファイルが、ここに記憶されると。これね、ちょっと一つだけ今パッと気になったことがあるんですが、インクルードの形式って、こういうのと、こういうのとあるんですよね。これは、C コンパイラが認識している、その、なんだ、標準のインクルードパスかな。標準のかどうかちょっとわかんないですけど、から検索してきて取るみたいな。これの中に、標準じゃないな。コンパイルするときに、その指定されているインクルードファイルを探すためのパスの集合かな、の中から探すみたいな感じかな。で、これは、コンパイルごとに、そのコンパイル単位で存在する、その、ソースファイルからの相対位置で指定されたファイルを、
読むみたいな、だったような、ちょっと正確な定義わかんないんですけど、なんかちょっと微妙に違うんですよね。今のところ扱うのはこっちだけなんだけど、さっき言ってたその任意のその型の定義とかシンボルとか参照したい場合に、それをどこから読み取るかっていうのを、なんだ、同一のコンパイル単位、トランスレート単位でやるのか、それともその別個にセパレートでコンパイルされたライブラリを参照するような形にするのかみたいなことによって、ここの選択が変わるような気がするんですよね。セパレートされたライブラリを使う場合はインクルードファイルは必ず必要なんだけど、それを探してくるのってこっちのような気がしなくもないけど、これで書かせるのはね、なんかあれなんですよね。なんかこう、なんて言うんです、あのローカル環境にインストールされているヘッダーファイルみたいなイメージがあるんですよね。まあ僕の勝手な印象かもしれないですけど、どうしようかな。例えばその GCC とかだと -i とかでパスを指定しておけば、そうすればダブルコードで囲われてるやつでもそこのパスを探しに行くような気はするんですけど、難しいですね。しかもですよ、この名前はどっから来るのかみたいなのもありますしね。もし IL2C がコンパイル単位としてモジュール、この場合だとアセンブリの方が馴染みがいいような気がするんですけど、アセンブリ名だとするなら、まあぶっちゃけこんな感じなんですよ。とかとかですよ、とか例えばとかね、要するに IL2C で事前にシステムコア DLL を全部変換して、その結果その参照可能な、シンボルがこのシステムコアエッジというファイルの中に出力されているという前提で、あらかじめ準備されたライブラリをインクルードして使うみたいな状況を想定するとこういうことなんですよね。難しいですね。今それは、ALM のことほとんど現状では考えていないので、なのでちょっとはっきりとはわからないですね。そうだな、まあとりあえずこのカッコ、あカッコ、山カッコというか、これで指定されるそのインクルードだけに絞ったとして、固定的にで、後から、こちらと使い分けができるようにすることが可能なのかどうかっていう視点で考えるとですね、まあ一つはなんかこう引数でそれを使い分けできるようにするだとか、まああとはここの中で、もしこれらに区別がつくんであれば、ここの中でその判定を行って、その上でそれを記憶しておく。っていうような感じで、まあ、このクラスの中に閉じることになるので、まあ、多分外への影響はあまりないような気がしますね。じゃあまあ、とりあえず今は、その必要性が認められるまでは、これに限定して、まあ、単にファイル名を格納しておくという方針でいきましょうか。はい。で、これで記憶できるようになりました。そうすると、こいつをどこでやるかなんですが、例のこの utilities の、get C language type name ですね。これをまるっとまずあっちに持っていきますね。今作った、トランスレートコンテキストに持っていきます。例えばこう。はい、持ってきました。で、これスタティックではなくて、今度はメンバーに変えます。で、メンバーに変えて、この、インクルードが必要になるところですね。ここで、this の、レジスタインクルードファイルで、スタンダードブールエッジと指定しておけば、このヘッダーファイルが必要だということが記憶されると。で、まあ、同じようにですね、
同じように、ここら辺スタンダードイントエッジってな感じで、他のすでに分かっているものについては全部、変えてやる感じでいきましょうかね。こんな感じですね。バイレフはそのままでいいですね。で、ここは一応ディスって書いて分かるようにしておくと。はい、で、あと、ゲットフルメンバーネームか。これは、UTTs にあるんですが、ここへ持ってくるべきかどうかと言われると、これ消しときますね。消すと、スタティックなこのメソッドを参照しているところ全部 NG になるので、それとちまちま潰していく感じになります。消しておきます。で、ゲットライトエクスプレッションゲット C ランゲージタイプネーム、あ、ここでも見てるんですね。はい、それからゲットフルメンバーネーム、あ、これですね。こいつは型目には依存してないですね。依存してない。はい、なのでこれはここにあればいいので、さっきのやつはここでUTTs の get full メンバーネームに呼び出し変えると。はい。じゃあ、これでビルドすると、さっき、ここへ移動した関係で、参照してるとこ全部エラーになるので、これを潰していく感じですね。はい。まず最初。あ、これですね。get light expression を、どうするかですね。方法は2つある。このメソッドを丸ごとやっぱりあっちに移動するのか、それともあのコンテキストをここに指定させるようにするかのどちらかですね。どっちがいいんかな。なんか get light expression っていうのはね、なんか独立した何に依存するっていう風でもないようなもののように見えるんですよね。使ってんのはここだけなんですよね。そしてこれはキャストのために使ってるんですね。悩ましいな悩ましいですね。ちょっと分かんないので移動します移動しておいて後から戻ってここへスタティックな方へ戻してくること自体はそれほど大変ではなさそうですね。参照してるとか4箇所しかないようなので、まあちまちまやっても大したことではないでしょう。移動しましょう。ここへ持ってきます、スタティックではなくなります。で、この辺はあれですね、 UTT の呼び出しに戻しておきます。はい。で、こいつが自分を参照してる感じですね。うん。そうですね。これはあれですね。get light expression なので、要するにこういう式ですよ。ほにゃほにゃほにゃイコール、bbb みたいな、こういう式を作るんですけど、ここでキャストが必要な場合に、こんな感じになるわけですよね。型を指定させる。で、ここでもし初めてイント 64t の参照が生じたら、イント、スタンダードイント h がインクルードされるように指示されるって感じなので、合ってますね。間違ってないです。大丈夫です。ここの中から、get c ランゲージタイプネームを参照しなければならないですね。はい、いいですね。で、ビルドするとさらにエラーが増えるまあしょうがないですね。次は、あ、これ、ライトエクスプレッション参照してますね。で、ここで、どうやってトランスレートコンテキストにアクセスするかですけど、まあ、手元にね、デコードコンテキストがあるので、こいつを使って、トランスレートコンテキストを取り出せば、ゲットライトエクスプレッションにアクセスできるという寸法ですね。うん、大丈夫ですね。じゃあ次。ここもそうかな。コンテキストが手元にありますね。なので、テキストのトランスレートコンテキストの get c ランゲージタイプネームと。次、ここはどうですかね。これは get word、
ここないですね、デコードコンテキストね。これインナークラスなんで、スタックインフォメーションホルダーの実装なので、ここにないですね。ゲットは、あとはターゲットタイプ。そうか、そうなんだ。どこで参照してるかな。スタックインフォメーションフォル、まあ、どちらも、デコードコンテキストの中からアクセスしてるんですね。引数で渡すか。つまりこういうこと？ちょっとね、コンテキストって名前も氾濫してきたんで、2つになっちゃったんで、コンテキストが。ちゃんとこういうふうに書きますか。そうすると、トランスレートコンテキストの getC ランゲージタイプネームとやれば解決できると。その代わり、こいつを呼び出してるとこはまたエラーになりますね。これかな。ここ。でも、ここは、もう、デコードコンテキストの中なので、自分のトランスレートコンテキストを渡してやればいいですね。で、同じように、もう一箇所エラーが出ているはず。これかな。これですね。ここも自分がトランスレートコンテキストを持っているので、それを渡してやれば OK と。いいですね。ちょっとさっき言ったように、なんかコンテキストが氾濫しているので、一括置換しますか。コンテキストで、これね、単語単位で、マッチケース、マッチフールワードかな。で、リプレイスターゲットがデコードコンテキストですね。でリプレイスオールと。イエス。はい、157個ある箇所ありました。本当に大丈夫かな。まあ、なんか変わってそうな感じはしますね。まあいいや。で、話を戻すとですね、アウトプットで、今度これかな。あ、今の置き換えでなくなってた。もう一回ビルドしますか。はい、これか。あれ、これ、これ。そうそうそう。これは、コンバーターの中？コンバートタイプ、これどこかな。これ2箇所ありますね。そうか。おお、そうですね。そうですねっていうのは、これで新しく追加したメソッドですね。コンバートタイプ、こいつがトランスレートコンテキストを要求してるんですよ。トランスレートコンテキストがないと、この getC ランゲージタイプネームってできないよっていうことを言ってるんですね。それはそうですよね。ここの中でも型を参照する可能性があって、その型はなんか何らかのインクルードファイルを必要としているかもしれないので、それは当然いりますよね。なんか依存関係があぶり出されてきましたね、リファクタリングによって自動的に。いいじゃないですか。それね、どっから渡すかですけど、ここの外から渡す？そうすると今インターナルにしてるから、パブリックにしないといけないですね。それは適切なのかって言われると、なんかいまいちよくわからないけど、まあパブリックにしてもいいのかな、モジュールなんで。あとはなんかこの辺のあれですよね、内部で使うやつをパブリックのままにしておくかインターナルにしておくかですけど、なんか今のところこう、なんていうんです、その外で使うべきものなのかどうかとかいうのがしっくりこないので、じゃあまあコンストラクターを除いて一旦全部インターナルメソッドに変換し、こんな感じかな、今のとここんだけですね。で、
こいつをパブリックにして外から見えるようにして、でこのトランスレートコンテキストを、指定させるようにしますか。テキストライターの、タイプのインデント一番先頭に置くのがいいのかな、ちょっとわかんないですね。まあなんかこれ言い始めるとね、その変換単位、トランスレート単位なので、なんかテキストライターとかも実はこれの中なのかみたいな、なんかちょっといろいろ思うところはあるんですけど、まあとりあえずあんまり一度にやるとねぐちゃぐちゃになってしまうんで、これここに置きます。そうするとこのコンバータタイプだけじゃなくて、このコンバートメソッドとかもそうなりますよね。こういう感じでちょっと引数が長いので、折っときますか。こんな感じに。それからこれ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 、ああモジュールいらないですね、いらないですね。まあちょっと後で直しましょう。であとこれ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 、そしてここですね、これこれ、これこれで、最後インターナルコンバートを呼び出していって、それがここにあるんですけど、ここに渡ってこないといかんですね。こんな感じ。うん、これでいいかな。そうするとこれエラーになってるんですけど、なぜかというと下で自分でさっき自力で作ったからですね。でこれがもはや不要になるのでいらない。で、そうすると、トランスレートコンテキストはデコードコンテキストに渡っています。ここでも、リターンタイプの名前を取得するのに get C ランゲージタイプネームを使っているので、これはこれトランスレートコンテキストを置き換えます。置き換わりましたね。そして、これ、あれですね。問題のやつですけど、ちょっとこれはまだ後にします。あと、インターナルコンバートはその渡ってきたトランスレートコンテキストを渡さなければいけないので、こんな感じですよね。で、モジュールが今ここから取得されるようになってるんですけど、これはトランスレートコンテキストが内部で持っているので、それを使うことになるからいらなくなる。そうするとインターナルコンバートの方もモジュールは不要になってますね。実際、参照されてないですね。なのでこれを削っておく。で、ここでも、トランスレートコンテキストを、コンバートメソッドに渡すみたいな感じにする。ここもそうですね。こう渡してやる。で、ここモジュール渡してますね。このモジュールってどうしてんだっけ？あー、なるほど。タイプを全部列挙してんですね。そうか。そうですね。これ、これまだ使ってないか。定義はしたけど、使ってないような気がしますね。定義してる途中で、これじゃダメだみたいな話になって、放置したような記憶があります。find usage。なんか出るかな。使ってたっけ？これか。コンバートメソッドだよね。find usage だよ。あ、使ってないですね、やっぱり。使ってないんで、ちょっと一旦消しますね。なんかこれじゃいかんような気もしてるので、どっちにしろダメなので、消しときます。そうすると、まあ、今の部分のモジュールについての扱いは、とりあえず問題ない。あとは、ここですね。こいつは、トランスレートコンテキストの getC ランゲージタイプネームを呼べばよい。ここもそうですね。はい。これでいいのかな？うん、そうですね。大丈夫な気がしますね。で、あと、コンバートタイプを呼び出している呼び出し元、これは今テストコードなんであれなんですけど、こいつに、トランスレートコンテキストを指定するみたいな流れになるので、こうですね。こういう感じ。なので、こっち側でそれを準備しなければいけないですね。コンテキスト、そしてモジュールが問題で、でもそれはテストタイプ
ープンのモジュールが対象になるはずなので、これでいいかな。うん、コンバートタイプ、そうですね。ちょっとなんかここがね、モジュールを指定するって言われても何のモジュールを指定するのかっていうのがちょっと微妙ですね。あやふやですよね。分かりにくい。要するにトランスレートコンテキストを入するときにここに何のモジュールを指定するんだっけって今一瞬迷ったんですけど、それはあ、直接的な理由は、リゾルブできるモジュールを指定しなきゃいけないんですね。その IL を解析してるときに出てくるそのトークンがその、想定するそのリゾルブのターゲットを、ターゲットが分かるモジュールを指定しなければいけない。いいか。まあ今のところはそれでいいと言えるのかな。ちょっとなんか指定の仕方が難しい感じはちょっとするんですよね。なんでかというと、コンバートタイプはまだいいんですけど、コンバートメソッドの方は、ここで指定したモジュールと、ここでその解析させようとしているメソッドのモジュールがなんか違ってるとぐちゃぐちゃな結果になってしまうんで、なんかあんまり良くないなと思う。インターフェース的に良くないですね。それがなんか見ただけでわからないので、ちょっとどうなるべきかまだよく見えないので、とりあえずはこうしておきましょうか。なんかやってると見えるような気がしますので置いときます。でこれ、残念ながら、テストコードに影響があるので全部直さなきゃいけないです。まあ今赤が出てるとか多分全部そうですね。でやり方はまあこんな感じで宣言をしておいて、でコンバートメソッドで渡すみたいにしていくだけですね。ここで宣言してこんな感じですかね。まあちょっとね、なんかこれ見てると、この今スタティックなメソッドでコンバーターの中にコンバートするためのメソッドとか定義されてるんですけど、トランスレートコンテキストのインスタンスメソッドでもいいんだろうかみたいなのをちょっともやもやと思ったりもしますよね。そっちの方がより適切だと思えるようになったら移動することにしましょう。今はこのまま機械的にトランスレートコンテキストを受け取るように変えていきます。はい、こんな感じですね。このなんかメンバーとしてどこに持たせるかみたいなのって、オブジェクト思考的になんかどれが役割を持っているべきか、あるいは分離すべきなのかみたいなものはなんか意見が分かれてる部分だったりするんじゃないかなと僕は勝手に思ってます。なんか怖い人たちが出てきそうなのであんまりそこに踏み込みたくないんですけど、私のスタンスとしては便利だし分かりやすいと思える方向に振ればそれでいいんじゃないかなと思っている方で、特に C シャープで言うと例えばこれインスタンスのメソッドっていうふうに移動することももちろんできて、意味合い的に何も変わらない、意味合い的というかさ、物理的には変わらなくて、であとは意味としてどうかみたいな話になるんですけど、まあ、それ言い始めるとね、C シャープの場合拡張メソッドがあるので、このスタティックメソッドのまま拡張メソッド化して結局同じようにできるし、そっちの方が柔軟性が高いんじゃないのみたいな考え方もあるんですよね。生地インスタンスメンバーメソッドにしてしまうと、なんかシグネチャーがシグネチャーっていうか何て言うんです、そのメソッドがそこになければならないみたいな強い制約が生まれるので、なんかそれが例えばなんかインターフェースを宣言したときになんか強い縛りになったりするので、強い縛りが望ましい場合はそうすればいいし、なんか
いや、もうちょっと緩い関係にした方がいいんじゃないのみたいな、例えばリンクのね、拡張メソッド群なんかそうなんですけど、あれなんで分かれてるかっていうと、とにかくそのアイナミラブルを継承しているもの、実装しているものに対して全てに適用できるようにする、そう、将来的に生まれるものに対してもなんか自動的に適用可能にするみたいなことで、ああいうふうにばらしてあるわけなんですけど、そっちが望ましいという判断もありますしね。なのでそこはなんか一概にどっちがいいっていうのは、なんかもうあとすごい深いところになってくるとセンスだけの話になるので、なんか どうなんだろうって。だからこのなんていうんです、 IL2C のプロジェクトでもあんまりなんかそこ厳密にやらないようにしてるのはそういうことなんですよね。なんか作っていくうちになんか望ましい姿がだんだん見えてくるような気がするんですよ。なのでまあそれに任せて、こうあっちフラフラこっちフラフラしてるんですけど、だん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 そのなんか望ましいところに自動的に近づいてって収まるんじゃないかなっていう気がしてるので、あえてのさばらせてるというかで見えてきた時になんかちょっと直してやるみたいな感じでやってるんですね。はい、まあちょっと余談でしたけど、これで全部テストについて直しました。あと何かあったかな、まだありますね、いっぱいね。これか。あ、ライトエクスプレッションですね。これは手元にデコードコンテキストあるので、トランスレートコンテキストで変えればいいです。これもかな？これもそうですね。デコードコンテキストあるので、トランスレートコンテキストの、ライトエクスプレッションを呼び出します。これもかな？これもそうですね。アプライの中なのでこんな感じにすると。はい、あとこれは get c ランゲージタイプネームなんですが、あ、インターナルコンバートですね。これトランスレートコンテキストを呼び出せばよくて、こうですかね。でここもこうで、これもこうですね。こうなんか変な感じだ。こうか。でもう一個、うん、なるほど、これでいいですね。はい、あとこれがこれはどこだったかな。ああ長らく触ってないあれですね、テスト用の実行ファイルのプロジェクトですね。はあ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 、なるほど。これってなんかそうですね、これはちょっと試金石になるかな。なんだっけな、マイクロビットのテストをしたときに、指定されたアセンブリの全てのメソッドを変換してソースコードを出力するみたいな、そういうプログラムにこう直したんですよね。どうやったかっていうと、インターフェースとしてはその IL2C エグゼに、ターゲットアセンブリのパスを指定させて、出力先のソースコードのファイル名を指定させると。でそうすると、アセンブリのロードフロムを呼び出して、で、アセンブリをロードしてリフレクションで参照可能にすると。でそれと同時にそのアウトプットのソースコードのファイルを書き込みでオープンして、でライターを接続し、で、アセンブリ内の、メソッドを探索する。アセンブリから取れるのはゲットタイプスで全ての型が取れます。これってね、まあなんかアセンブリの中にアセンブリクラスになんでゲットタイプスってあるんだろうみたいなのはちょっと疑問あるんですけど、これによって全てのモジュール内の全ての型が列挙できます。せこいですね。まあいいや。でそれで全ての型を列挙しつつ、クラス型で型またはバリュー型、バリュータイプ型であり、でなおかつその型に定義されているパブリック、ノンパブリック、スタティック、デクレアドオンリーなメソッドを抽出するというふうにして、そのそれぞれのメソッドについてコンバートメソッドで変換するっていう感じですね。でこのテストの時にはスタンダードブールエッジとスタンダードイントエッジは毎回そのメソッドの先頭でインクルードされてたんですよ。でまあ何度も言ってますけど、スタンダードヘッダーとかはちゃんと二重インクルードとか
除外してくれるようにできているので、なのでまあ実害はないと。ただ、これツールとして見た場合、今後のそのツールのアウトプットとしては、先頭にヘッダーファイルのインクルードが1回だけ出てほしいですよね。そして、今ここですぐにやらないですけど、構造体の宣言も、先頭の方に1回だけ出てほしいので、それを担保するのは今作ったトランスレートコンテキストが担保するんですけど、そのじゃあトランスレートコンテキストはどこで生成されるべきかというと、この foreach でぐるぐる回してる前にあらかじめ作っておく必要がありますね。コール new トランスレートコンテキストで、ここで問題になるのがこのモジュールをどう指定するかなんですよ。で、ここの foreach ではメソッドを列挙するのに、もうこのクエリ、リンククエリの中でもういきなりアセンブリから全部の型を抽出してるんですよね。これだとまずい、この通りにならないのでまずいので、どうするかなんですけど、まあちょっと単純に、分けますかね。foreachでまずはモジュールを特定する。アセンブリの、ゲットモジュールズでいいかな。はい。そうすると、モジュールが N 個取れてきます。でもまあ実際には1個でしょうけどね。今のモジュール、アセンブリは大半が1つの、エンビットされたモジュールが1個だけしか取れないはずなので、これで1個取れます。そしたら、その中にある型をすべて列挙して、ゴニョゴニョっていうのは、後の流れは一緒ですね。なので、こう、foreach が二重ループになり、ちょっと見にくすぎるかな。あっち行ったり、こっち行ったりしてすいません。まず、モジュールが、列挙されます。で、このモジュールのにも、実はゲットタイプさんあるんですよね。モジュール配下のすべての型、さっきアセンブリ配下のすべての型だったんで、モジュール配下のすべての型がこれで取れます。そこに対応するメソッドが列挙されます。そのメソッドに対してコンバートメソッドしますという流れなので、トランスレートコンテキストは、それごとに実現されるという感じですね。なんか新たな問題がこれで見えてきましたね。というのは、トランスレートコンテキストをこのアセンブリから抽出したモジュールごとに作ってるわけなんですけど、こいつごとに、インクルードが保持されるんですよ。で、どうなんだろうな、コンバートメソッドするとテキストライターに全部出ちゃうんですよね。まず問題なのは、このメソッドを呼び出した時点で、そのテキストライターに、ソースコードがガッと出てしまうんですよね。まずそれは問題です。というのは、これを呼び出した後じゃないと、インクルード すべき情報がこのトランスレートコンテキストに集まらないんですよね。なので、これ今ファイルに、テキストライターで出力しちゃってる、ファイルストリームに直接出力しちゃってるんで、これを呼び出した暁には全部そこへ出てしまうんですけど、それでは実はダメで、一旦なんかどこかに保存する必要がある。なんか言ってて どうなんだこれはみたいな感じになってきましたけど、 ms イコール、まあ例えばメモリストリームを用意しておきます。で、このテキストライターはこのメモリストリームに結合しておけば、一旦このメモリストリームに保存されますね、変換した結果が。で、ガーッとそれが出力されます、ここに。あと、これらのループが全て終わった後で、メモリストリームに出力する前に、ストリームライター、これはファイルストリームの方ですけど、エンコーディング、見えないエンコーディング UTF-8 で、まあもう一つそのファイルストリームに、結びつけたストリームライターを用意し、
どうするかというと、ここにまずインクルードなんちゃらみたいなものが出力される。まず一つがこれで、これもトランスレートストリームに、あ、じゃあトランスレートコンテキストに保存されているすべての、インクルード、指示をここにインクルード文として出力する。でなおかつここで、こんなようなあの構造体の宣言を N 個出力する。ここも N 個出力する。そしてここまでできれば、ここまでできれば、あとはですね、FS、違う、MS のコピー2でいいか、FS。こんな感じですかね。あ、MS、ポジションを元に戻しておかないといけないか。こんな感じ？こうすると、メモリストリームに保存されているすべてのソースコードが、ファイルに書き出される。FS。まあ、フラッシュしておきましょうか。こんな感じ。要するにこういうことがしたいんですよね。なんですが、せっかくね、なんかテキストライターを渡しているのに、その保存すべきテキストライターはメモリストリームにしかならないのかみたいな、もやもやとした感じはしますね。とりあえずコンパイルはこれでいくかな。し、動作上、そこはなんかあれですけど、嫌な感じだけど、まあ問題はないかな。ああ、コンパイルは通りましたね。で、思うにですね、トランスレートコンテキスト、そうだな。悩みますね、これね。トランスレートコンテキストはその変換の単位なんですよね。じゃあ、モジュールごとに変換の単位が存在するんだとしたら、モジュールごとにソースコードが出力されるべきなんじゃないかみたいなことも考えられますよね。今一番外側でそのソースファイルをこのアウトプットパスで指定させてるんですけど、実はそうじゃないんじゃないのみたいな話で、なぜならトランスレートコンテキストがないとこのインクルードとか出力できないですよね。でも今この構造だと foreach の内側で生成しているので、外側からそれは見えないわけですよ。だからなんか無理じゃないのみたいな。難しいですね。単純にこれを移動するだけではダメで、やっぱり変換単位がモジュールと決めている以上、まあなんかダメな気がしますね。仮にですけど、トランスレートコンテキストアセンブリを指定するようにしたらどうですかね。アセンブリを指定するとモジュールは N 個ということになりますよね。まあほとんど1個ですけど、まあそうじゃないかもしれないので、N 個だと考えると。でそうすると今度はコンバートメソッドで、そのメソッドをそのコンバートを変換するときに、その IL 解析中にその現れてくるトークンの出どころの問題がありますよね。それは今変換中のモジュールじゃないといけないけど、でもそのモジュールを特定しているのはトランスレートコンテキストではないですよね。アセンブリなんで、これはアセンブリを渡したとするならですけど、そうすると今変換中のモジュールというのは何か別に情報を持たなきゃいけないので、なるほどね。なんか実はそこにトランスレートコンテキストじゃなくてデコードコンテキストにモジュールを持つべきじゃないかという、あれ、それってついさっきまでそうだったよねみたいな話ですよね。あるいは
今、トランスレートコンテキストに、get C ランゲージタイプネームを、実装して移動したんですけど、そうではなくて、デコボコンテキストにあるべきなんじゃないのかとかですね。そうすれば、あと、リゾルブですね。リゾルブ、何かしっていう、リゾルブメソッド群は、デコードコンテキストにあるべきじゃないのかっていうことですね。なんかその方がしっくりくるような気がしますね。デコードコンテキストは、特定のメソッドの解析中に、1個存在するコンテキストなので、そのか、コンテキストを解析中に、その発生しうるトークンは、メタデータトークンは全部そのモジュールからリゾルブしなければいけないので、なので、まあ、1対1で関連づいていると考えれば、そっちの方が自然な気がしますよね。その方がいい気がするんですが、なんかデコードコンテキストがどん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 膨らんでいくっていうのが、なんかそれも嫌な感じはしますよね。独立して持たせることは不可能ではないかな。デコードコンテキスト内にあってもいいかもしれないけど、でかい、どんどんでかくなっていくので嫌なんだけど。それとあとバランスですね。コンバーター、IL コンバーターの、ここですね、例によって。ここに今デコードコンテキストというものを引数で1個だけ渡すようにしてますと、無理のない記述ってことを考えると、これをなんか引数を増やした方がいいような気がするんですよ。トランスレートコンテキストとデコードコンテキストと、もう一つなんか今言っている、まあ デコードコンテキストの中身が分かれるべきなのかもしれないですけども、まあなんかこれが今1個じゃなくて N 個、まあ、2個なのか3個なのか分からないですけど、に分けた方がいいような気もしている。アプライもそうですね。ここもなんかこれを分けた方がいいような気がしているっていうのが、本音なんですが、例によってここを直そうと思うとすごくめんどくさいことになるので、迷いますね。どうするかな。なんかすでに1時間過ぎていたので、とりあえず、今回はここまでにして、で、この後どうするかですね、ちょっと改めて次の回で、考え直しましょうか。はい、ということで、そうですね、じゃあこれ一旦この状態で今ビルドが通るので、コミットしておきますね。これ前回、12、そうですね、前回タグ付けるの忘れてましたね、32、シャープ32、そして今回分、リファクタだけかな。ですね、そうですね、まあ基本的にリファクタだけですね。トランスレートコンテキスト導入はしましたけど、はい、これをプッシュします。で、33、はい、これで、GitHub の方にも反映したので、じゃあまた次回これの続きをやりたいと思います。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。次回よろしくお願いします。